皆さん、こんにちは。これから学校教育教員養成課程小中教育専攻学校教育コースの紹介を始めます。学校教育コース担当教員の小林と申します。よろしくお願いします。まず学校教育コースの全体説明を行い、その後このコースに含まれる教育学、心理学、道徳教育学の3つの分野について紹介します。学校教育コースはどのようなコースでしょうか？本コースは教育学や心理学の知見を生かして児童の指導ができる小学校教員や、広い視野から学校経営ができる教員の養成を目指します。また豊かな心を育む中核である道徳教育についての広い視野と深い見識を持ち、教育活動全体を通じて確かな道徳教育を実践できる高い力量を持つ小学校教員を養成します。教育そのものについて深く考えていく本コースでは、教育学、心理学、道徳教育学のいずれかの分野の専門性を深めていきます。学校教育コースではどのようなことを学べるのでしょうか？一つ目は大学生として必要な一般教養についての学びです。教育を専門にするといっても、教育のことのみを知ればよいわけではありません。教育は様々な物事とつながっていますから、幅広い教養を身につけることは不可欠です。二つ目は教員になるために必要な学びです。学校教育制度や子ども理解などの教職についての専門的学びや、教科指導について学ぶ教科教育に関する学び、教科内容についてのより専門的な学びなどがあります。以上の2つは小中教育専攻に共通の学びです。3つ目に学校教育コースでの専門的な学びです。教科の枠を超えて教育学、心理学、道徳教育学について専門的に学びます。具体については分野ごとの紹介をご覧ください。学校教育コースは他の専攻コースとは何が異なるのでしょうか？大阪教育大学には類似する専攻として、初等教育教員養成課程の小学校教育専攻や、教育協同学科の教育心理科学専攻があります。初等教育教員養成課程小学校教育専攻は、小学校教員を養成する専攻で、幼稚園の免許も取得可能です。ただし、教育学や心理学に特化せず、教科や教職について幅広く学んだオールラウンダーの養成が目指されています。教育協同学科教育心理科学専攻は、教育を支える人材養成を目指す専攻で、卒業後の進路としては福祉や心理関係の職業が想定されています。教育心理科学専攻では教員免許証を取得できないことに注意が必要です。学校教育コースは教育学、心理学、道徳教育学の理論的な知見と教育実習を通した実践的経験、これらを融合させた学びを実現することで、日本の教育をリードしていける教員の育成を目指しています。先ほどのスライドにも記載した教員免許証について説明します。学校教育コースでは、小学校の教員免許証取得が卒業要件です。つまり、卒業に必要な単位をすべて習得すれば、小学校の免許証を取得できます。加えて、卒業に必要な単位とは別に、必要な単位を習得することで、中学校と高等学校の免許証も取得可能です。ただし取得できる教科は限られます。またコースとして中高の免許証取得を保証しているわけではないのでご注意ください。これは学校教育コースに入学してから卒業するまでの4年間の中での大きなイベントをピックアップしたものです。1回生では新入生セミナーやさつき祭で同級生との親睦を含めることができます。実習は必修、選択含めて1回生から毎年実施されます。4回生では学びの集大成として卒業論文の執筆に取り組みます。そのために学校教育コースでは2回生から徐々に3分野のいずれかを選択していくことになります。3分野にまたがって授業を履修することはできます。ですが卒業論文を執筆するには、1つの分野の授業を多く受講して専門性を高めた上で、その分野の教員から卒論の指導を受ける必要があります。最後に卒業生の進路について紹介します。2020年度卒業生の進路は、教員が小学校20名、中学校2名、高等学校1名の計23名、公務員が3名、企業就職が5名でした。学校教育コースでの学びを土台に各方面で活躍されています。学校教育コースの全体説明は以上です。次からは教育学、心理学、道徳教育学の各分野の紹介です。皆さん、こんにちは。これから学校教育コースの教育学分野の紹介をします。私は教育学分野を担当している教員の
瀬戸口正也と申します。どうぞよろしくお願いします。まず教育学分野でどういうことを学ぶのかについてお話しします。皆さんもご存知のように今の学校教育にはさまざまな課題が山積みされています。皆さんも大学入試改革には随分振り回されたことだと思います。大学入試制度の改革は本当に必要なのでしょうか。高校まで受けてきた授業にはよくわかる授業、わからない授業、楽しい授業、楽しくない授業、さまざまあったと思います。これらの授業の差はどうして生まれるのでしょうか。いじめや不登校の問題、学習障害を持った子どもたちへの対応、外国にルーツを持った子どもや海外から帰国した子どもたちへの対応は深刻化する一方です。子どもの家庭環境での経済的貧困は子どもの成長発達や進路に深刻な影響を与えています。このような問題を一つ一つ深く考えていくと教育の本質的な問題に突き当たります。そもそも教育は何を目的として行うのか、そもそも教育を行う学校と地方や国の行政はどのような関係にあり、どのような役割分担になっているのか、などといった問題です。教育学分野では、このような学校教育の課題や、家庭や地域社会の教育的課題に目を向けて、その課題の本質を捉え、理論的に考察することによって、課題の解決を目指します。そのために、教育学分野では次のような領域に分けて教育と研究を行っています。教育哲学教育史では教育学の思想と歴史を学びます。教育方法学では授業づくり学級づくりの内容と方法について学びます。教育行政学経営学では教育制度の改革や学級学校経営について学びます。教育社会学では教育と社会との関係について学びます。これらの領域で学ぶことによってどのような力が身につくのでしょうか。さまざまな教育的課題を発見し、それを自分や仲間とともに深く考え解決していく力が身につきます。そのような態度を通して自分なりの教育観を持ち、それに基づいて行動することができるようになります。教育方法の基本的な原理を学ぶことによって全ての教科科目に通じる基礎的授業力が身につきます。さまざまな事例研究を通していじめ不登校問題行動への適切な対応と指導力が身につきます。教職員や保護者地域社会との連携協力のあり方を研究し、その効果を理解し実践することで学級や学校の経営力が高まります。教育学分野での学びはこのように教師として将来必要とされる力の育成を目指しています。皆さんが教育学に関心を持ち、皆さんと一緒に学校教育コースで学べることを強く期待しています。皆さんこんにちは。このスライドでは心理学分野でどんなことを学ぶのか、またどんな人材を育てようとしているのかを説明します。最初に小中学校の先生になるためになぜ心理学を学ぶことが必要なのか考えてみましょう。小学校や中学校にはさまざまな子どもたちが学んでいます。勉強ができる子どもばかりでなく、勉強がわからなくて困っている子どももいます。子どもたちはどこでつまずいているのでしょう。また、どのように教えたらわかるようになるのでしょう。やる気満々の子どもがいる一方で、やる気が出ない子どもたちもいます。子どもたちはなぜやる気がなくなってしまうのでしょうか。また、どうしたらそうした子どもたちでもやる気が出てくるのでしょう。学校が好きで、楽しいという子どももいれば、学校が嫌で嫌で仕方がないという子どももいます。
友達とうまくやれないで落ち込んでいる子どももいます。そうした子どもたちを教師はどうやってサポートしていくべきなのでしょうか。さらに、クラス全体に目を向けると、学校ではクラスの雰囲気が悪くなることもあります。そんな時にどうしたら学級の雰囲気は良くなるのでしょうか。一人一人の子どもに向き合い、子どもと共に問題の解決を目指すことは、小中学校教員の大切な仕事です。けれども、それぞれの問題について一つだけの正解があるわけではありません。心理学を学ぶことにより、問題の解決に向けて何をすべきか、どのように取り組むべきか、そうしたことを適切に考えられるようになります。右上や真ん中のイラストのような子どもたちが、右下のように楽しく学校生活を送れるようになるためにはどうしたらいいのか。そうしたことを考えられるようになることを心理学分野では目指しています。それでは、心理学分野ではどんなことを学ぶのでしょうか。心理学にはさまざまな領域があります。その中で、学校教育コースの心理学分野では次の3つの領域を中心に学んでいきます。1つ目は発達心理学、2つ目が臨床心理学、3つ目が学習心理学です。入門段階の1回生は、学校教育の場で必要とされる心理学の知識をバランスよく学びます。次の基礎段階の2回生は、心理学の研究方法についてしっかりと学びます。3回生は展開の段階になります。学生はゼミに参加し、少人数の環境でそれぞれの領域について深く学びます。また、2回生で学んだ研究方法を使って、自分で実際に実験や調査を計画し実施します。発展段階の4回生は、ゼミで引き続きそれぞれの領域について深く学ぶだけでなく、卒業論文に取り組み、一から研究を計画し実施し、それをまとめ上げていきます。4年間の総仕上げとして卒業論文に取り組むことで、新たな問題に自分の力で向き合い取り組む力が育っていきます。私たち教員は、多くの卒業生が学校現場をはじめ、さまざまな場で活躍していることを誇りに思っています。このスライドを視聴した皆さんも、私たちと一緒に心理学を深く学びませんか。皆さんと一緒に学べることを楽しみにしています。最後に、高等教育学分野について担当教員の小林から紹介します。そもそも高等教育とは何でしょうか。道徳教育は、知育、徳育、体育のうちの徳育に相当する部分です。言い換えると、それは私たち一人一人が社会の中で他者と共生し、よりよく生きるために必要な知識、技能、態度、あるいは価値観を獲得、形成していくための教育ということになります。道徳教育では、他者と共生し、よりよく生きるために必要な情報モラルや現代的な諸課題についても考えていきます。道徳というと、皆さんは小中学校での道徳の時間を思い出すのではないでしょうか。道徳の時間は、小学校では2018年度から、中学校では2019年度から、特別の教科道徳という名称に変わり、週1時間行われています。しかし、道徳について考えたり議論したりするのは、この時間だけでしょうか。そうではありません。道徳教育は、学校の教育活動全体を通して、また家庭や地域との連携の中で、全面的に行われています。道徳教育学分野では、このような道徳教育に関する学識や技能を身につけることを目指しています。そのために、道徳教育学分野は具体的に、道徳の授業をちゃんとできる小学校の先生の育成を目的に据えています。担当教員は金光康樹と私小林の2名です。道徳教育学分野を選択する学生は、コース定員25名から3分野に分かれていくので、少数精鋭といったところです。道徳教育学分野では、次の専門科目を解説しています。
2回生ではスライドに示した4つの科目を開講しています。3回生からは同じくスライドに示した5つの科目が解説されています。科目名に表れているように、2回生では道徳教育について考える上での基礎的な知識を獲得することを目指し、3回生以降では授業をはじめとする道徳教育そのものについて学びを深めていきます。2021年3月に学校教育コースの1期生が卒業しました。道徳教育学分野で卒業論文を執筆した3名の卒論題目は次の通りです。この中では一番下の不思議なボディービルの世界が気になるのではないでしょうか。題目は微妙ですが、内容は至って真面目で、ドーピングが公然と蔓延しているボディービル界について、その原因と問題性を分析した上で、どうすれば健全・健康なボディービルディングへと舵を切れるかを考察しています。ドーピングは人間の弱さと無関係ではない一方、その問題解決に向けては個々人のモラル頼みだけでもいけないということですから、道徳について多面的・多角的に検討した論文と言えます。このように道徳教育に限らず、道徳そのものに焦点を当てたテーマで卒業論文を執筆する学生も少なくありません。なお、3月に卒業したこの3名は全員、4月から小学校の教壇に立っています。道徳教育と聞くとお堅いイメージがあるかもしれません。そういう部分があることは否定しませんが、道徳教育学分野の教員2名はその中でも自分らしさを貫いて教員になろうとする気骨ある学生を待っています、と金光先生に無断に勝手に言っちゃいます。道徳教育分野の紹介は以上です。コースとして最後に、この動画を視聴された皆さんとのご縁がありますことを願っています。受験頑張ってください。